まかないのシダ職人。今回はじゃん、ブリヂストンから新しく出ましたドライバーツアー BX。 かっこいいですよね。今回はモノトーンで出てきました。これの前のモデルお見せしましょう。前のモデルがじゃん、こちらの方はツアー BXD03。 まあモデルチェンジによって、これ見てください、色のイメージが随分、あとこのブリヂストンはこの赤を少し入れてコーポレーティッドカラーと言ってるらしいんですけど、ボールなんかも赤が入るようになったと。で、共通しているものがね、実はね、これはこの流れで、こちらが古いモデル、でこちらが新しいモデルなんですが、実はこの新しいツアー BX のテクノロジーでは、お待ちください、よいしょ、じゃん、JGR。 これがね、ここのところを見てください。この部分、この部分、このフェースの裏をこう支えるというテクノロジーに関して言えば、この JGR のテクノロジーも、踏襲しているということは、この新しいツアー BX は JGR と XD3、 これを足して2で割らない、足しっぱなしということです。まあ後継モデル的に言えば、このツアー BXD03、 これはどこが後継されているかというと、このクラウン、ちょっと色が見えづらいんですけれど、こう線が入ってるんですね。でこれはブリヂストンのタイヤテクノロジーで筋金入りと、まあここの部分の合成をより反発がルール適合の中で反発が良くなるようなカーボンクラウンを採用している。これは筋金。それに対してこの新しい、よいしょ、ツアー BX、 これね、黒くなってかっこよくなってるんですけれど、網目になってカーボンになってるんですが、この筋金のテクノロジーは中にですね、これ私あのヘッドの中にも見せてもらったんですけれど、なんかこう金属の繊維でこうキュッ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 って、こういう風にいいたわみをすることで、よりルール適合内で反発が良くなる。なのでここのフェースの裏側を押さえるこの JGR のテクノロジーと、この筋金を足して、まあブリヂストンの中ではですね、これまで史上最高の、まあここだけの話ではありませんが、どうも新最新モデルは史上最高じゃなきゃ出しませんので、ではブリヂストンのこの史上最強モデルがどうなのか、まずは、まあ、前作にあたるこのツアー BXE03、 こちらから出して比較をしてみたいと思います。これあのシャフトはブリヂストンといえばやはりあのツアーエリグラファイトデザイン、このグラファイトデザインのシャフト、まあこれはストックシャフトといって純正ですから共同開発ですが、ブリヂストンというのは昔からグラファイトデザインのシャフトをよく使ってます。でワンクールすると、まあ、ツアー AD、 またこの純正シャフトに多いんですけど、手元側がしっかりして中間部分がしなる、いわゆる中調子でタイミングを取りやすくしている、はい。でこれやはりこのツアーモデルですから、顔が非常にスクエアで綺麗です。では打ってみましょう。まあ少し軽めのヘッドスピードでいきます。ど真ん中、おお、スマッシュマウンター 1.47、 ヘッドスピード 40.9 で 236.2 ヤード、まあまあいい感じですね。音がですね、カーボンクラウンなんで非常にソフト、まあフルチタンでカキーンっていうのに比べるとボコッという割と上級者好みの音です。もう一発いきます。叩けるヘッドですね。ちょっと叩きました。ちょっとヒール、ああちょっとヒールした、すいません、これは僕のミスです。シャフトがね、純正シャフトなんですが、しなり感が程よい感じで、やはりツアーモデルなんでそんなに柔らかくはないですね。いきます。うわ、これは飛んだわ。おお、そうですね、ヘッドスピード41で、やっぱりスピンレートがね2230、非常にこう
キャリーだけじゃなくてランも出る。246ヤード、ヘッドスピード41ですから、まあ、250ヤード近い。もう一発いきましょうか。非常にこう落ち着いた球で、捕まりがいいですね。いきます。よっ。球がね、フェースに乗っかる感じで、ほう、いい感じですね。ヘッドスピード 42.6 倍、43弱で、この厳しいトラックマンで256ヤード。まあ私もね、結構いい年になってきましたから、軽く振って250ヤードを超えるっていうのは、やはりこの XD3、今でも本当に戦闘能力はかなり高いと思います。まあ、このソフトな打感っていうのが、まあ、これは個人差があると思いますけど、こうしっとりした感じが好きな人にはいいと思います。では続いてブリヂストン史上最高に飛ぶクラブを作ったと、まあ、このね、実はこれブリヂストンの方とも喋ってた、ここにこうクラウンのこの継ぎ目がこういう風にこうちょっとこうエッジがついてるんですね、こういう風に。でこれ見た時にブリヂストンというのは実はカーボンクラウンを非常に昔から作ってまして、マークさんよくそんなクラブ持ってますねって言われたんですけど、シナジーディープっていうクラブがあったんですよ。これは本当にフェイスがチタンでボディ全部がカーボンという、当時としては画期的なドライバーだったんですよ。ただ画期的すぎて売れ行きとなるとゴルファーの方がちょっとついてこれなかったという、まあ、非常にいいクラブ。この形がすごく似てました。シャフトはやはりこれもブリヂストンといえばおなじみのツアーエリーワークルすると、うん、XT3 よりも手元がしっかりしてて、 S でもそうですね、半フレックスぐらいしっかりします。ではいきます。なんかね、顔つきがね、真っ黒になって非常にこう精悍になりましたね。ちょっと軽めに、うん、うん、ちょっと今ヒープでした。一発いきます。よいしょ。これの方が音が少しも澄んでますね。よっ。おお、これはいい感じ。おお、ぼちぼち。なるほどね。よいしょ。こっちの方がスピンが安定しているな。ちょっと今もフェースの上に当たりましたね。よいしょ。いい感じ。おお、あんまり変わんない。でもキャリーが出てるな。なるほどね、キャリーが出るタイプなのね。一発いきます。よいしょ。シュッ。うん、いい感じ。おお、なるほどなるほど。打った感じで言うとフェースに吸い付く感じっていうのはこちらの方があります。で、シャフトがしっかりしてて、捕まりに関して言うと実はここは面白いんですね。これ、ここになんと穴が5つ開いてまして、今センターなんですけれど、見えますか、ここにこのこれね、これで捕まりを変える。ありましたね、そういうメーカー。どことは言いませんけれど、皆さんもご存知で5つあって、で XD3 に比べると捕まりはニュートラル。データを見てても球がものすごく捕まって強いドローが出るっていうよりは、より直進性が強い弾道が出る。もうちょっと打ちます。少々お待ちください。ね、この捕まりを変えるってブリヂストンもやってきたんですね。いきます。うん、データが出なかった。マジで今のはね、捕まっていい球だったんですけどね。レフト15ヤード、いいドローですね。よいしょ。シュッ。ちょっといいな、これだと。やっぱり直進性がいいですね。飛距離がね、ちょっと意外とあんまり変わんない。XD03 があまりにもいいんだな。
41.9 でスピンが2060、トータル256ヤード。XD3 は打って分かったんですけど、かなり戦闘能力高いです。でこちらのツアー BX 噛みそうになりましたけど大丈夫です。これ一発の飛びはね、これは本当びっくりしたんですけど、一発の飛びだけでいうとそんなに極端になんか5ヤードも6ヤード飛ぶっていうのは今のところデータ出てないんですよ。もうちょっと打ってみますけど。で何よりすごいのは直進性がいい。それとやっぱり僕でもそうなんですけど、ここの当たった打点が多少ずれます。そのずれた時にまあだから最高飛距離を出すっていうのももちろん大事なんですけれど、こちらは少しミスヒットした時に距離が落ちない。まさに本当にこうコースに出た時に飛距離を稼げる一本ですね。でもね、やっぱり一発の飛びも欲しいですよね。クラブはもうちょっと打ってみます。よっ、どうだ。あれ、今自分じゃすごいいい感じだったんだけどな。うん、やっぱ安定関係ですね。キャリーが安定して出てますね。よいしょ、なるほどね。安定してるキャリーが、なるほどなるほど。一発が飛ぶっていうよりは本当安定し、ヘッドスピードはだいたい 41.9 ぐらいですからね。よいしょ、おお、いい感じ。 1.49 出てますね、相変わらず。でね、やっぱりね、一つ特徴なのがこれ打って分かったんですけど、リアルロフトっていう実際に測ったロフトですね。これ調整機能ついてますけど、やはりアスリートモデルなんでリアルロフトが、これが寝てる、これが立ってる。で今データ見てて分かったんですけど、打ち出しがね、いい感じで打って11度っていうことは、結構こう見た目もそうなんですけど、リアルロフトが少し立ってるんで、低い球を打ちたい人は今までのロフトでいいと思うんですけれど、ちょっと球を上げたいっていう時は普段よりロフトを増やす、このセッティングで増やしてもいいですし、まあロフトも2モデル出てますから両方打って、まあここでデータも出てますけれど、12度ぐらいが僕は、メーカーさんはね12度とか14度とか言いますけれど、やっぱ安定して飛ばすには12度から 12.5 度ぐらい、この数値が出るロフトのセッティング、やはりどれだけ飛ぶクラブだって言ってもロフトが最適ではないと最適な弾道にはならない。これ今日僕って思いました。だから僕もうちょっと、これは今シダでロフトが立ってますけど、 0.5 度ぐらいロフトを増やせばあと5ヤードぐらい伸びるんじゃないかと。まあそれにしても今回試座して改めて思ったんですけれど、この JGR テクノロジーとこの XE03 の筋金、まあ、この筋金のやっぱり逆に言えばこの前作が、まあ、ゴルフパートナーとこちらの方も変えますし、 JGR も変える、それぞれが一つ前のモデルになりますけれど、僕は戦闘能力が高いんで、ぜひ皆さんも興味があるんであれば、選択肢に入れてて、で何よりやっぱり人が持ってない新しいものを使いたい、またこういう風なバックフェイス側の調整機能が好きだという方 で何より僕はデザインが結構大事ですよね、ゴルフクラブ。このカーボンクラウンがすごくかっこいい、でフェイスの見え方もすごくブリヂストンならではの非常にいい顔をしています。やはり最新のものでデザインが非常にこうシックなクラブが欲しい、そして何より安定した弾道で平均飛距離を伸ばしたい、そういう方にはもうぜひ最新モデルを買ってください。